焼きチョコクッキーを作ります。材料はお好きなクッキー生地と板チョコです。じゃあまず綿棒で生地を伸ばします。均等にね、ここでこぼこになっているから、均等に、上手伸びてる、上手伸びてる、いいね。はい、オッケー。で、この板チョコよりもちょっとだけ大きい感じで、これでいきます。この大きさだよ。もう一回真ん中切った方がいいかもしれない。ちょうど中真ん中ね、ちょうど真ん中切ってよ。下まで切れてるじゃん。うん、この大きさから始まる。こっちもね。まっすぐ下までちゃんと切ってよ。真ん中もしといた方がいい。いいよ。はい、どうぞ。はい、頑張ってまっすぐやって。ちゃんと下まで切ってよ。もうちょっとこっちの方までやらんと切れるよ、生地が。ここも切っといて、足りんかもしれん、クッキー生地。チョコが、あ、うん、ちっちゃいちっちゃい、もうちょっと大きめで、このぐらい、うん。そうそう。うん、いいね。はい。そうしたら、クッキーの生地を鉄板に。どうぞ。どうやってやる？ラップごといけんよ。はい、外して、ここから。はい、どうぞ。いらんやつ置いて、うん、いるやつだけ。綺麗に並べてよ、間隔空けてね。うん、これは、はい、こっちでいい。
けでいいの？今日はちょっと冷蔵庫に入れてて白くなっちゃったクッキーを使いました。オーブンは180度で15分です。チョコが冷めてから召し上がってください。残った生地はどうする？ちーちゃん型抜きする？じゃあみんなも作ってくださいね。さよなら。